風が気持ちいい。いいお天気ね。お茶でも入れましょうか。春は東郷さんのぼた餅が美味しい季節だね。ゆうなちゃん、はい、ぼた餅。うんうん、美味しい。幸せ。なあ、勇気だけずるいぞ。たまにもくれ。東郷さん、私にも。今日のぼた餅の出来はどんなものかしら。安定の美味しさね。東郷先輩のぼた餅を食べると心がほっこりしますね。たくさん作ってきましたから皆さん食べてくださいね。若葉ちゃん、なんだ。ずっと窓の外見てどうしたの。ああ、いつの間にか桜が咲いている。季節が過ぎるのは早いものだと思ってな。そうね、畑の準備しなくちゃいけないわ。みーちゃん、ぼた餅食べたら畑にレッツゴーよ。ん？今から？ん？いい苗が手に入ったのよ。すでに夏目さんは畑に向かってるわ。見つかったんだ。私も行くから、歌の先に行ってて。ワコードたちは元気で良いですな。まったくですな。私たちの春といえばお昼寝。春眠暁を覚えずだね。ほんとその子とは変わらないね。まあそこがいいところだけど。変わらないか。わあ、カバちゃん。ゆうきか、どうした。ひなちゃんから頼まれたんだ。ここ最近ずっと哲学若葉ちゃんだから話を聞いてきてほしいって。哲学若葉？いろいろ考え事してる若葉ちゃんのことだって。はあ、ひなたのやつまた変なことを。ご本？本当は私が行って話を聞きたいところですが、私に頼ってばかりでは若葉ちゃんのためになりません。だから私の代わりに若葉ちゃんに話を聞いていただけませんかって。ひなたにそう言われたのか。うん。若葉ちゃん、何か悩み事？私でよければ何でも言ってね。いや、ただ考えていたんだ、この世界のこと。この世界のこと？ああ、私たちがいた時代から数百年経った今もなお世界は続いている。季節は巡り、こうして穏やかな春がやってくる。私たちが命を懸けて守った未来がここにあると思うと、金銭に触れるものがあってな。なんだか難しい言葉だけど、なんかかっこいい。本当に私たちのユーナにそっくりだな。ああ、屋上から見る皇帝の桜は綺麗だね。そうだ、私たちの時代にたった一本だけで咲く見事なしだれ桜があったのだが、結城は知らないか。しだれ桜？ああ、幼い頃ひなたと一緒に見たんだ。あの桜はまだ残っているだろうか。若葉ちゃん思い出の桜か。私も見てみたいな。よし、探してみよう。若葉ちゃん、そのしだれ桜が咲いてた場所はわかる？すまない、それがはっきりとは覚えてないんだ。確か近くに神社があったはずなんだが。綾川のしだれ桜です。ひなちゃん、今回は手助けせず若葉ちゃんを見守ろうと思っていたのですが、やはり我慢できませんでした。ひなた、ありがとう。若葉ちゃんとひなちゃんは本当に仲良しだね。私が若葉ちゃんを育ててきた境地がありますから。ところで、綾川のしだれ桜に関しては時代が変わっているので正確な場所まではわかりません。西暦の当時で
樹齢200年にもなる桜でしたから、まだ残っているでしょうか。さすがに無理か。困ったら相談。歴史に詳しい東郷さんなら知ってるんじゃないかな。聞いてみようよ。確かに西暦の時代には綾川という町が存在していたようですね。おお、さすがは東郷さん。場所はわかりますか？ここよりかなり離れた場所にあります。徒歩で行くのは難しい距離ですね。じゃあ変身して。勇者姿は目立つから、お役目以外で変身するのはあまり良くないと思うわ。そうだよね。だったら大社にお願いして車を出してもらったらいいんじゃないかしら。では私がお願いしてみましょうか。いや、私のわがままに付き合ってもらうわけには。お、こんな時に敵襲。皆さん、バーテックスの襲撃です。戦闘準備を。もう農作業中の襲撃はやめてほしいわ。まあまあ、バーテックスを撃退すれば畑に戻れるんですから。いい苗も見つかったところだったんだが。ええ、早く戻ってサトウキビの苗を植えないと。あの、サトウキビって何ですか？え？マジ？お姉ちゃん知ってる？名前の響きからしておやつっぽいわね。微妙に当たってる。まさか新世紀のチルドレンがサトウキビを知らないなんて。サトウキビ？娘は知ってるか？文献で読んだことがあるわ。確か西暦の時代に沖縄を中心に栽培されていた作物で、沖縄の方言だとウージと呼ばれて砂糖の原料として愛用されていたらしいけど。そうだ、よく学校帰りにサトウキビをかじって食べた。エクセレント。そこまで詳しいってことは、スミ君も農作業に興味を持ってくれたのね。ね、そういうわけでは。ちなみに砂糖の原料なら、北海道にはてんさいっていう作物があるよ。農作物の話ね、もっと聞かせて。ごめん、私そんなにてんさいについて詳しくないから。いいのいいの、こうやって農作物について語るところから農業愛が生まれるのよ。まだ愛したわけじゃないけど。早くサトウキビを植えたい。わお、夏目さんには芽生え始めてるようね、農業愛が。はいはい、農業の話はおしまい。ちゃっちゃとバーテックスを退治するわよ。どうしたの、ゆうなちゃん。勇者になって走っていくのはダメ、車を出してもらうのもちょっとってことだから。綾川のしだれ桜を見に行く話ね。うん、他に何かいい方法ないかな。方法はいろいろあるとは思うけど。何かあったような気がするんだけど、行きたいって思えば行けるやつ。何だったかな。ゆき、気持ちは嬉しいが、無理をしてまで見たいものではないから気にしないでくれ。でも今は目の前の戦闘に集中しよう。どうしたの？あ、そっか、そのちゃんだ。ん？若葉ちゃん、しだれ桜の近くに神社があったって言ってたよね。ああ、それだ。え？若葉ちゃん、しだれ桜見れるよ。バーテックスの消滅を確認しました。皆さんお疲れ様でした。さすがに疲れたわね。どうしたの、いつき。夏目さんと歌野さんが。真っ青な空、一面に広がる緑、水はけが良くてふかふかの土、たくましく伸びるサトウキビ、トマト、レタス、
大根にキュウリ。二人ともどうしたんですか？イメージしてるのよ、畑に育つ作物を。おじいが育てたような美しいサトウキビ畑、育てましょう。夏野菜よみがえらせよう。サトウキビ、レッツ農業。夏目にも芽吹いてしまったのね、農業愛が。夏目さん、もうすぐ樹海化が解ける。若葉ちゃん、東郷さん、こっちに。ゆなちゃん、どうしたんだ、ゆき。若葉ちゃん、イメージして、しだれ桜の近くにあった神社を。ここは…ゆなちゃん、前にバーテックスとの戦いが終わった後に、そのちゃんが私と東郷さんを呼んだことがあったよね。うん、それで思いついたの。樹海化が解けるときは祠のある場所に行けるんだから、桜の近くにある神社の祠に行きたいって思えば行けるかなと思って。そうだ、この神社だ、懐かしい。若葉ちゃん、あそこ。ん？あれが若葉ちゃんの言ってた桜じゃないかな。この桜、はっきりと覚えている。ずっとここに咲いてたのか。立派なしだれ桜ね。西暦の時代で樹齢が200年ってことだったから。え？500年も生きてるの？しだれ桜は寿命が長いの。西暦の時代、山梨県というところにあった神代桜は2000年生きたらしいわ。すごい。何百年経っても変わらずにここで咲いてたんだな、たった一人で。二人ともありがとう。今度は日向や他のみんなにも見せたい。そうだね、次はみんなで来ようね。みんなが心配するといけない。そろそろ帰ろう。帰りのことまで考えてなかった。どうする？鏡船使いましょうか。まあ、ある意味非常事態だしな。